はい、えー、魔法陣ですね。私はこれ最高数例の魔法陣って言ってるんですけどもこれあの横は151515151515 15 15 15 15ねでこれ万字型に足すと25なんですよ左万字も右万字も。でそれをですねあのこうやってあの表現した図なんですけどねお分かりいただけるでしょうかね。で、あの おこのまんじゅはですねこういう風に、えー、縦裏から見るずらすっていうのが、えー、成立しますよねですから、えー、4種類か5種類になるんですね4種類5種類、えー、今ちょっと考えるのはあれですけどもであのー、これで,でこれを、あのー、まんじゅはこれがあのー うん、右んっていうんですね、あのー、時計方向に回り出す卍で、えー、これが左じね、あのー、逆ねで那智島なんかはこの卍なんですよで、えー、日本で持ち日本でっていうのかなあまあ,あのお寺のマークの卍右じはこれね あ,あのだから少林寺憲法の卍なんかもこの右卍なんですね時計方向に回るっていうのはこれを言うんですよであの卍はこれが右ですね、はい、であのまあこれ卍のあの魔法陣に私はこう例えるとですね で1から9までのの整数の魔法陣でこれを私は最高数例の魔法陣って言ってるんですけども、えー、これはねあの奇学だとこれが逆さまなんですねで私はこっちがいあの最高数例だって言ってるのはどういうことかっていうとこの9がここに来てるからなんですけども9っていうのは苦しみとかねそれから。 重たいことこれねで奇学のこの逆さまの方が6と8でバランスがあるよっていう考え方が成り立つのかなとも思ったんですけども頭が9で重たいのでねうんこれはこっちの方が絶対いいんだねだからうん昔の人は頭悪かったのかねわからない。 まあ上下上下はいいんですけどもこれでいくとこれであのこっちが南なんですよこっちが北なんですね気学でいうとねまあ気学の話は抜いときましてそれであのこれが最高数例わかりますよねそれで私はこれがこういうふうに整体ぐるぐる回る数字のをよしとしてます こういうことですね。だからこれ逆で1672とかね7294とかね4386とかね、うん、そういう電話番号の人いるんじゃないでしょうかと思いました。でなんでこれさえじゃあ逆にすればいいじゃないかっつって逆にしたのが、えー、これかこれね。でこれでいくと6724あいいね。 こうなるわけですよでなぜこれが最高数例でこっちが最高数例じゃないってい私に聞かれると「はい、えー、時計の3時は右に来ます」と「ね」で「7時はここに来ますと」と、ね「1時はここに来ますと」とっていうほんとそれだけなんですよ3時4時。うん、でこれが一番 あの時計の数字に近いんじゃないかなと思ってそれで上が安定してて最高数例って言っただけなんだだから根拠ないよねうん皆さんもその根拠はもうないと思ってくれていいですよねただ私はそれだけで光太陽あの日時計を思い出すとこれが最高数例なんじゃないかってこう 長いね、それだけですから私が定義したものですからこの「最高あ」だけど「最高数年」の魔法陣で他に定義してる人もいましたけどね。でそれがこの配列だったかっていうことは、えー、分かりませんさておいてでこれはあのシュメール文明の時代に卍ができたということを見てで私は卍をここに乗っけてみたら。 うわあ全部25なんじゃないかとこう思ったんですね右も左も。でこれはすごいなと思ってこの魔法陣の形がねあこれが縦これ15になりますから全部ここもねでこれはバランスが取れた数字の配列ですからあこっから十進法っていうのが来るんだなとこういうふうに考えたんですよ。 いいですかそれが文明なんじゃないかなと。だからこの文明っていうのはかつて日本文明にはなかったんだ6,400年前のね、うん。そうするとやっぱりシュメールっていうのが文明の発祥ということになるのかなとかとはちょっと思いましたけどただ現代人も。 これを最高数例だとか魔法陣だとか分かってませんからそういう意味では文明じゃなくて高度な数学とか高度な数字の配列とかっていうことになりますよねどこを文明として定義するか稲作でとして文明をということを考えるとですね まあ、一概には言えないですけどね。ただ高度なあものだと思います。はい。だからってこれがあのー？うん。まあ、ということでね。万卍が魔法人だということを私があのー、言っています。これが我が25になる。これが15。 ここだけじゃないんですよ。ここも15ここも十五、ここも十五、ここも十五なんですね。なんで書かないのって書きましょうかここも15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 ですね。こここれですよ書いうは これも十五。ああ、ずれちゃった。ずれちゃったー。こわったぜ、ね。へ <laughs> え。ここも十五。ここも十五。ここも十五。はい。これが二十五。これが二十五。ええー、こっちからか。これが二十五。ええー。これが二十五と。いうことになります。 それを指してて言っていますからね、はい、皆さん書いちゃって心配してるでしょこれ消えるんですよこうやってコントロールセットでねこのパソコンの使い方でさえも知らない人多いよね本当にもう教えんの苦労しちゃう僕はベテランでわかりますって言うとみんな知らないんだよね、うんはい、こういうふうに消えます <laughs> まああのー、知らない人ばかにするんじゃないけどね 私随分そのパソコンの先生にこれを教えましたね。<laughs> 教えてる人たちにね。大変ですよ、はい、えということで、えー、まあ魔法人ということをこれあのこういうことを気がつく人もし気が付かれた人いたらこれは素養が天才だということですね。IQ がいいと、はい、いうことで終わります。どうも